トリリオンゲーム、春、メグロハスのホストナンバーワン対決に反響、ホワイトスーツが似合ってた、キリヒメ、今田美桜もかっこよかった。スノーマンのメグロレンが主演するドラマ、トリリオンゲーム、TBSK の第3話が、28日に放送された。本作は、世界一のわがまま男、の春、メグロ、と、気弱なパソコンオタク、のガク、佐野優斗、という正反対の二人が、ゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる姿を描く、以下、ネタバレあり、密演社長、よきみこ、からの、花を1ヶ月で2000万売り上げ、という条件を達成するため、春とガクは、新宿歌舞伎町のホストクラブへ。フラワーギフトの最大市場である夜の街でホストになって、体制のお客に AI ショップ、より抜き、を利用してもらう作戦だ。ところが、ガクの生真面目な性格がアダとなり、初日からトラブルに発展。春たちの目的が別の金儲けのためだと知ったナンバーワンホストのヒロと、黒羽マリオから、追放、を命じられる。